ヘイロー・ウォーズはバンジースタジオとアンサンブル・スタジオとのコラボレーションにより XBOX360 専用ソフトとして制作されたハロシリーズを題材としたリアルタイムストラテジーゲーム。2016年には XBOX1 の広報互換に対応した。本校ではリマスター版であるヘイロー・ウォーズ・ディフィニティブ・エディションについても解説する。 これまでのハロシリーズは、ファーストパーソンシューティングゲームとして知られているが、本作はプレイヤーが、直接キャラクターを操作して、敵と戦うのではなく、マップ上に展開するユニットに対し指示を与えていく、リアルタイムストラテジーゲームである。また、マルチプレイにおいては、コブナント側となって戦うこともできる。本作は、ヘイロー of o ー公式サイトや、 マーケットプレイスによるダウンロード販売も予定されていた。歴史上シリーズ最古のものとなるため、ヘイロートリロジーで主人公であったマスターチーフは登場しない。アンサンブルスタジオはこの作品の完成後すぐに解体され、実質上この作品は同スタジオの遺作となった。従来のハロシリーズ作品に比べると過激な表現が、 抑えられており、シリーズ初のセロ12歳以上対象作品となる。2016年には、Xbox One の Xbox 360広報互換機能に対応。Xbox 360版のディスクかダウンロード版を所持していれば、追加料金なしでプレイ可能。また、 XBOX360 本体と x b o x one 本体を使ってローカルで対戦プレイや協力プレイができるようになった。2017年に本作の続編となるヘイローオーズに2が発売された。あらかじめ設定されている基地エリアに基地施設を建設しユニットを作成。これをもって敵軍と戦いミッションをクリアしていくことが目標である。 作成できるユニットの数には上限があり、戦車や大型攻撃機といった強力な兵器はこのスロットを多く消費する。また、これら兵器は物資をより多く消費し、かつ製造までの時間が長い。人類側の基地の設備としては、資材を生成する物資パッド、サイクロープスを除くスパルタンを含めた不評を育成する兵舎 テクノロジーレベルを向上させるリアクター、ワートホグとエレファントとグレムリンを除く車両ユニットを製造できる、車両デポ、航空機を製造できる、エアパッド、そしてユニット全体の強化や基地機能の強化を行える、兵器工場がある。対するコブナント側も、ほぼ同様の構成であるが、兵器工場とリアクターがひとまとめとして、 神殿になり、基地全体を守るシールドジェネレーターが追加されている。プレイヤーは製造したユニットを、戦場の様々な場所へと向かわせることができ、時に、彼らの持つ、特殊能力を駆使して、敵軍を排除していく。また、人類側のみだが、コントローラーの十字パッドは、戦艦、スピリット・オブ・ファイアとリンクしており、強力な艦載砲や、航空支援要請による、 攻撃の補助や、ユニットの回復等が可能である。今回もヘイローにヘイロー3同様に、初回限定のリミテッドエディションが発売される。付録として、ヘイローザフォールオブリーチ等で知られる、小説家、エリック・ナイランドが執筆する、グラフィックノベル、ヘイロー Wars g e n e が付属。その他主要キャラクターのリーダーカードと、スピリット・オブ・ファイアのパッチ。 本作とヘイローさんのコンテンツのためのダウンロードコードが付属する。ヘイローウォーズジェネシスは人類とコブナントのファーストコンタクトから本作の冒頭までの話を描くグラフィックノベルである。脚本はエリック・ナイランド。絵はフィルノートが担当した。ヘイローウォーズリミテッドエディションにのみ同梱。西暦2525 25年。地球から遠く離れた。 植民地である惑星ハーベストからの連絡が途絶える。これの調査のためアンスクは偵察船アルゴを派遣するが、到着後すぐに連絡が途絶えてしまう。2525 25年10月7日、惑星ハーベストの調査のため、アンスクの戦闘艦3隻が派遣された。ハーベストで彼らを待っていたのは、見たこともないエイリアンの宇宙戦艦であった。 すぐさま人類の戦闘団は、交戦状態に入るが、フリゲート艦アラビア号とボストーク号が撃沈され、ベレディ艦長の駆逐艦、ヘラクレス号のみがひどい損害を受けつつも生還した。この時傍受した通信により、敵は神との契約者だと識別。そして2526年3月1日、アンスクのプレストンコール中将は、史上最大規模の艦隊を指揮し、 アーベストの奪還に乗り出す。彼の登場する艦隊機関は巡洋艦エベレスト号である。だがいざ戦闘が開始されると、アンスクの艦艇は強固なエネルギーシールドを持つコブナント戦艦に全く歯が立たず、一隻の敵艦を撃沈するのに13隻の艦艇を損失してしまったのだ。コールは前線したものの、結局テクノロジーや数的不利のため惨敗。 次々と植民地を失いつつあった。アンスクは、とある戦闘でコブナントのエリートを捕獲。それによると彼らコブナントは、人類の粛清を目的としている。だが幸いなことに、人類の本拠地である地球の所在はいまだに、コブナントに掴まれていなかったのだ。コールは、地球の所在を敵に知られないために、コール議定書を採択した。これはいかなる船も、 地球へ向かうことは許されず、敵に船を露飼されそうになった場合は船を自爆させなければならない。また AI などの情報源も敵に渡してはならないというものである。2531年、コール提督の指令により、ジェームズ・カッター式の輸送船、スピリット・オブ・ファイアは惑星ハーベスト周辺で消息を絶った、駆逐艦プロフェシー号の捜索に当たっていた。間もなく、 カッターたちはリアクターがメルトダウンにしたプロフェシー号を発見するが突如スリップスペースから4隻のコブナント戦艦がジャンプアウトしてくるしかもいやらしいことにコブナント艦隊はプロフェシー号の背後に現れたためスピリット・オブ・ファイアは主砲の MAC ガンを発射できなかった数的不利を覆すべくカッターは関西 AI のセリーナに ハボック核ミサイルの使用を宣言し、同時に、プロフェシー号の生存者救助と内部に残る、機密情報を漏洩阻止のため、エヴァチームを、ペリーカン高課程に乗せて、スクランブル発進させる。母艦スピリット・オブ・ファイアから、高課程エコー、インディア、リマ、ノベンバーが発進した。高課程リマを操縦するのは、ジョン・フォージ軍曹と副操縦士クリスである。 フォージのペリー観光過程は、コブナントのセラフ戦闘機の放ったレーザーに撃たれつつも、なんとか、プロフェシーに着艦する。しかし先のレーザーにより、副装重視クリスはなくなっていた。道中、同じように、プロフェシー内部に潜入した、コブナント不評部隊と遭遇するも、フォージ立ちり魔小隊は生存者を救出しつつ、セキュリティドアにたどり着く。がしかし、 プロフェシーの AI フィッツギボンは、フォージのアクセスを拒否した。記録によるとフォージは、命令不服従、上官への反抗看護師へのナンパなどにより3回も降格している、問題児であるからだ。だが、プロフェシー内部は、コブナントに制圧されつつあり、一国を争う事態を悟った、フィッツギボンはアクセスを許可。フォージたちはデータを消去し、プロフェシーの、 自爆シークエンスを開始。生存者と共に、ペリー館で脱出し、母館へと帰還した。アンスクの不評体アンスクの、ビークルリーダーコブナントの不評体コブナントのビークル、ヘイローウォーズの HD リマスター版。Xbox One、Windows 10 PC、Steam にて、ダウンロード販売されている。Xbox 360版との違いとしては、グラフィックが改善され、 新たな実績の追加、すべての DLC を収録といった要素が追加されている。また Xbox Play Anywhere に対応しており、Xbox ストアか Windows ストアのどちらかで購入すれば、追加費用なしに Xbox One と Windows 10PC の両バージョンを所有できる。当初は Halo Wars にもアルティメットエディションの購入者のみ、 先行配信されていたが、2017年4月21日に、単品販売が開始された。チェコ共和国の首都プラハヘイローウォーズのスコアはこの年で、レコーディングされた。これまでのヘイローシリーズは、マーチン・オドネルが作曲を担当してきたが、今回は、アンサンブルスタジオのスティーブン・リッピーが担当した。ただし、ピアノやオーケストラ、合唱曲を中心とし、 ヘイローさんの音楽を意識したスタイルになっている。オーケストラ式はアダム・クレメンス。ピアノ担当は演奏はスタン・レッパード。オーケストラ演奏はフィルム・ハーモニック・オーケストラ・プラハが担当。これまでのシリーズ同様、サウンドトラックがリリースされている。今回は珍しいことに日本語版が発売されている。ブックレットが日本語訳され、 オリジナルのマスター音源を国内でプレスしている。オリジナル版にない要素として、予告編やメイキング映像、ボーナストラックを収録した DVD が付属する。http://www.xbox.com/en-us/games/splash/h/h/alowars/real-time-strategy ヘイロー・ウォーズに最新トレーラー、アトリオックス公開、ヘイロー・ウォーズに、アルティメットエディションダウンロード版は、ヘイロー・ウォーズ、ディフィニティブエディションを2016年12月2日より先行プレイ。XBOX JAPAN ブログ、2016年12月2日、閲覧。httpww.gamer.net w、ニュース、ヒストリー、2006.09。 20兆609億2817万2706ディテール HTML。ありがとうございます。